政府はグリーンエネルギー政策を推進し太陽光発電量について17ギガワットとの目標を打ち出しましたおよそ2万5000ヘクタール以上の土地が必要だと推定されていますがそこで注目されているのは農地です農業委員会水産試験場はこの2年ハマグリサバヒティラピアスズキなどの養殖池の上にソーラーパネルを設置して模擬実験を行い こののほど実験の成果を発表はしまぐしりの対象実験では一部の日差しがパネルによって覆われ水温と水底の温度が下げられたためハマグリの成長スピードが速くなりますしかし日照りが少なく水温が低くなる秋と冬になりますとハマグリの餌である藻類が少なくなることでハマグリの成長が遅くなります それにしても通常の70%の効果に達することができます。法規制が求める生産能力にも合致しています。同じ条件のもと、サバヒ、ティラピアとスズキの成長もあまり影響されていないことが分かりました。 水産試験所の陳奮兆所長は「高水温の時期に魚類もハマグリも通常ほどまたは通常より成長が早くなることが分かった将来それらのソーラーパネルは日差しだけではなく強烈な寒波を覆うこともできることを期待している」と話しました実験の結果により漁業と太陽光発電の協業プロジェクトは大きな一歩を踏み出しました 今回の模擬実験に続いて、水産試験場は太陽光発電業者と農業、企業団体を招き、さらに大規模な実験を行います。実験の成果がさらに安定するようになれば、太陽光発電と養殖業を合体させた新たな産業モデルとして発展させたい方針です。<music>